かなり癖が強い旧日本軍の戦闘機5戦。かつて旧日本軍では試作機も含めて数えきれないほどの航空機が開発されてきました。その中には傑作機もあれば使い物にならないポンコツ機もあり、様々なバリエーションを持つ機体が生まれています。さて今回は正式採用され実戦配備された戦闘機の中から優秀な性能を持ちながらも特に癖が強い機体をご紹介していきましょう。旧日本軍を過信させた最強の軽戦闘機97式戦闘機。長らく欧米の技術を取り入れてきた日本の航空産業もようやく1930年代に入って設計から開発、生産までを日本人の手で行えるようになりました。そして世界の時流は複葉の機体構造から全金属製低翼単翼機へ移りつつあり、日本でも昭和10年中島、三菱、川崎の3社に対し次期主力戦闘機の試作を命じたのです。そして試作機競争の中で選ばれたのが機27こと97式戦闘機でした。この機体は徹底して重量を軽くすることで驚くべき空戦性能を引き出し、操縦性が良く軽快な旋回性能を持つことで陸軍パイロットから絶大な支持を得たのです。ただし引き込み足ではなく武骨な固定足が採用されています。これは外地の荒れた飛行場を想定したもので、少しでも空気抵抗を軽減するため独特のスパッツ形状となりました。とはいえ不整地の飛行場では草や泥を巻き込んでしまうことからスパッツを外して運用することも多かったとか。さて正式採用された97式戦闘機にとって初陣となったのは昭和14年に勃発したノモンハン事件です。陸上では苦戦する日本軍ですが、空の戦いでは圧倒的優勢を誇っていました。ソ連の主力戦闘機 I-15、I-16 に対し10対1という損耗率だったと言いますから驚きです。速度については97式戦闘機も I-16 も同程度なのですが、日本軍パイロットは巧みに格闘戦へと引きずり込み、優れた旋回性能を生かして敵機をバタバタと落としていきました。ソ連側はあまりの損害の多さから防弾鋼板を操縦席後方に取り付けるという応急改造を余儀なくされたそうです。さすがに戦闘後半になるとソ連側も戦術方針を転換し、格闘戦に持ち込まれることなく一撃離脱の戦法を取るようになりました。なぜなら97式戦闘機は旋回性を意識するあまり防弾性能に劣っていたからです。それでも日本軍パイロットはこの機体に絶大な信頼を寄せ、ますます格闘戦に自信を深めていきました。しかし結果的に低速、弱武装、軽装甲という日本機の弱点となってしまったのです。そして後継機の開発が遅れる中、太平洋戦争が開戦してなお97式戦闘機は主力であり続けました。しかし戦場には P40 や F4F、ハリケーンといったライバル機が登場したことで、もはや旧式かつ陳腐的な存在になり果てていたのです。昭和17年4月 B25 による東京初空襲の際、97式戦闘機は迎撃のために舞い上がるも全く追いつくことができなかったそうです。やがて日本陸軍は重戦闘機の必要性を強く認識することになりました。暴れ馬と呼ばれた日本最初の重戦闘機日式戦闘機正機。97式戦闘機の後継機として日本陸軍は軽戦闘機重戦闘機それぞれの開発を命じました。設計開発を担当したのが中島飛行機で、軽戦闘機が機43はやぶさ、
重戦闘機が機44小機となります。ただし貧弱な武装と優れた旋回性を持つ軽戦闘機では世界の趨勢から見て将来的に航空戦の主導権が取れないことは明らかでした。そこで小機には過大な要求が突きつけられます。まず最大速度は600キロ以上、そして武装は 12.7 ミリ機関砲2門および 7.7 ミリ機銃を2門備えるというものでした。当時としては過大な要求だったものの、中島飛行機の技術陣は見事に目標をクリアしています。高出力でコンパクトなエンジンがなかったことで爆撃機用のエンジンを採用していますが、試験飛行では最大速度626キロを叩き出しました。また速度を追求するため薄くて小さな主翼となり、機体後部からオブを長く取ることで射撃を安定させています。さらに視界を確保できる近代的なキャノピーを採用し、操縦席後方には13ミリの防弾鋼板を装備してパイロットの安全性を確保しました。そして中島が誇る最新鋭の歯109エンジンを搭載することで、全ての武装を装備しても600キロ以上の速度が出せるようになったのです。昭和17年2月正式採用となった日式戦闘機小機は主に南方作戦に加わってマレー、ビルマ、インドネシアなどで戦いました。ところが実戦パイロットからの評判は芳しくなかったようです。当時はまだ格闘戦重視の時代ですから、速度は速いものの鈍重で旋回性に劣ることでどちらかといえば敬遠される傾向にありました。また着陸速度が速い小機では外地の貧弱で短い飛行場が合わなかったようです。前方視界が悪いことも相まって未熟なパイロットでは事故を起こすこともあったとか、そうしたことから小機は暴れ馬と呼ばれ、とにかく癖が強い戦闘機として異色の存在だったといいます。とはいえ操縦に慣れてくるとその優速ぶりや操縦性の良さなどが高評価を受け、多くのパイロットから絶大な支持を受けました。太平洋戦争後半になると良好な上昇性能を買われて本土防空部隊へ配属され、 B-29 の迎撃に当たっています。しかし大東亜決戦機と称された4式戦闘機ハヤテが登場するに及び、昭和19年末で生産終了となりました。戦後小機をろ過した米軍がテストを行ったところ、その素晴らしい結果から日本機の中で最も優秀な迎撃機と高い評価を受けたそうです。戦闘機との空戦では空っきし、しかし防空戦で進化を発揮する日式複座戦闘機トリュー、双発複座戦闘機は機体が大きいことから重武装かつ後部重座で戦闘ができる利点がありました。またエンジンを2機搭載することでパワーに余裕があり、長距離の飛行も可能となっています。そのため各国では開発が進み、ドイツでは BF110、アメリカでは P38 といった機体が実戦配備されました。日本でもその優位性が着目されており、昭和16年9月になって K45 海が試作され、翌年2月に日式複座戦闘機トリューとして正式採用されています。また戦闘機としてだけでなく、より柔軟な運用も期待されていました。例えば機銃を撤去してカメラを据えれば偵察機になりますし、機体に余裕があることで爆撃機としても使えます。つまり一機種で何役もこなせる万能機だったと言えるでしょう。こうして鳴り物入りで実戦配備されたトリューは昭和17年前半から空戦に加わりますが、日本軍パイロットがカモにしていた P40 にすら惨敗を喫してしまい、実力を全く発揮できませんでした。ついには前線後方へ下げられてしまい、主に地上攻撃や
偵察といった地味な任務をこなすようになります。やがて戦況の悪化とともに敵爆撃機の迎撃を担いますが、随伴する護衛戦闘機に歯が立たないことから逆に撃墜されるケースも多かったようです。全くの期待外れだったトリューですが、ついに実力が開花する時がやってきました。昭和19年以降、日本本土空襲が激しくなる中、長空の要塞こと B-29 迎撃の役割を担ったのです。格闘戦ではからっきしダメだったトリューですが、機首に37ミリ機関砲を備え、後部には20ミリ機関砲を装備するという重武装ぶり。しかも2機のエンジンが生み出す大出力は素晴らしい上昇性能を誇りました。とりわけ山口県の小月飛行場に駐屯する第12飛行師団の第4戦隊は本土防空部隊として精鋭と称され、相次いで B-29 を撃墜したことで多くのエースパイロットを輩出しています。またトリューを配備する部隊の中には進展制空隊という体当たり専門の部隊まで登場しました。ただし自らの命を犠牲にする特攻ではなく、衝突直前に脱出するという戦法だったようです。 B-29 を撃墜するのはそれだけ難しかったのでしょう。ただし昭和20年3月末に硫黄島が陥落すると、 B-29 には強力な護衛戦闘機が随伴するようになりました。ほどなくしてトリューにとって活躍の場は失われてしまうのです。それでも夜間の空襲では頻繁に出撃し、目視に頼らざるを得ない状態にもかかわらず、トリューは終戦まで戦い続けたといいます。ずんぐりとした異形の機体を持つ極地戦闘機ライデン。極地戦闘機という用語は実は旧日本海軍にしか存在しません。もともとは日中戦争初期、中国空軍の空襲を受けたことで基地防空の必要性を感じた海軍が極地戦闘機の開発を三菱重工に命じたことに端を発します。さて、海軍が要求した性能は過大なものでした。まず最大速度は630キロであること、高度6000メートルまでの上昇時間は5分30秒以内であること、さらに従来の戦闘機とは一線を画す重武装などが盛り込まれています。そこで三菱はあのゼロ戦を設計した堀越二郎を設計主任者に据え、早速開発に取り掛かりました。まず速度を出すには強力なエンジンが必要です。そのためには大型にならざるを得ず、機首ではなくエンジンを機体中央部に配置しました。また空気抵抗を考え、機首を絞り込んだことで機体はつむ型となり、従来の日本機にはないずんぐりむっくりしたデザインになっています。さらに操縦席の風防も水滴型ではなく、後方を胴体と一体化させたファストバック方式を採用し、さらなる空気抵抗の軽減を図りました。こうして試作機の試験は昭和17年5月に行われますが、その評価はいまいちだったようです。思った以上に速度が出ず、しかもエンジンを機体中央部に置いたことで機体は激しい振動に見舞われました。防振ゴムを取り付けることでどうにか振動を抑えるものの、根本的な解決にはならなかったようです。こうしてライデンの開発は遅れに遅れ、正式採用となって生産が始まったのは昭和18年9月のことでした。やはりパイロットの評判は良くなかったらしく、速度が速すぎて着陸しにくい、前方視界が不良で離着陸に難がある、空戦フラップを効かせても旋回性能が悪い、利点は速度と上昇力だけといった辛辣な意見が噴出したそうです。しかもライデンにとって致命的だったのはその航続距離と飛行時間の短さでした。巡航速度でも2時間しか飛べず、全速を出すとたった50分しか戦えないのです。
また急降下して限界近くまで速度を出すと、勝手に機体が回り出すという始末でした。あまりの癖の強さから、ベテランパイロットですら搭乗するのを敬遠したそうです。それでも素晴らしい速度と上昇性能を持ち、20ミリ機関砲を4門も搭載したライデンは、強力な戦闘機でした。米海軍の F-6F に決して引けを取らず、空戦では無類の強さを誇っています。しかし短い航続距離の悲しさゆえか、実力を出せないまま、戦況は悪化していきました。そして昭和20年、ライデンは本土防空戦において、その真価を発揮します。B-29 の編隊を察知すると、ものの30分ほどで高度1万メートルまで上昇。早くも燃料が尽きようとしますが、そこから急降下で B-29 を銃撃するのです。ちなみにライデンの携行弾数は多くありません。大抵は一度の攻撃で銃弾が尽きてしまうため、一撃で敵機をほふることが求められました。とはいえ20ミリ機関砲4門の攻撃は強烈で、多くの B-29 を撃墜したといいます。確かに欠陥の多かった機体ですが、終戦に至るまで日本の空を守り続けた戦闘機だったのです。偶然が生み出した最後の傑作戦闘機、五色戦。日本の敗戦が色濃くなった昭和19年、川崎航空機の技術陣は頭を抱えていました。なぜなら次期主力戦闘機と期待していた三式戦闘機飛燕がトラブル続きだったからです。その原因は川崎が開発した液冷エンジン H40 にありました。試験飛行で優秀な結果を出したことで正式化されますが、その構造はあまりに緻密で大量生産に向かず、物資欠乏もあって大量生産のめどが立たなかったのです。また日本の整備兵が液冷エンジンに不慣れだったこともあり、飛燕の稼働率までが低下してしまいました。結果的に H40 の供給ができなくなったことで、川崎の工場には飛燕の機体のみが並ぶことになったそうです。つまりエンジンのない首なし機が放置されるままとなりました。そこで軍需省は川崎に対してエンジンの換装を指示し、空冷式三菱製 H112 が採用されたのです。川崎の機体に三菱のエンジンですから、これぞまさにハイブリッド。苦肉の策で生まれた偶然だと言えるかもしれません。ただし空冷エンジンは幅が広いため、機種部分の加工が必要となります。設計主任者である土井武雄以下技術陣の努力によって、見事に加工処理が施されました。そのおかげで飛行特性や速度性能に悪影響が生じるようなことはなかったといいます。ちなみに四式戦闘機ハヤテが存在するため、この機体は五式戦と呼ばれていますが、一から設計されたものではありません。そのため正式採用はされなかったそうです。しかし試験飛行の成績は良好で、極めて優秀な戦闘機となりました。わずか400機程度しか生産されなかったものの、熟練パイロットが搭乗すれば、それこそ無敵の性能を発揮したといいます。速度は早手に及びませんが、模擬空戦で陸軍戦闘機トップクラスの性能を見せつけ、良好な操縦性や旋回性、整備のしやすさなども相まって、終戦の日まで本土防空の要となりました。五式戦こそ日本陸軍最後の傑作機と呼べるでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。